どうも、中森大です。片梨一郎です。今回は1971年公開というゴジラ対ヘドラと同い年の映画でありながら、まるで大英版ヘドラとも言えるような作品、ゴジラ対深海怪獣 G ぐらいについてなんですけど、ガメラ版のヘドラ的な作品なんですね。そうなんですよ。というわけでまずざっくりあらすじからいきますと、地球に攻めてきたジグラ星人の狙いとは、自らが環境破壊して住めなくなってしまった母星の代替品として地球の広く美しい海を侵略することだった。今地球の支配者の座をかけてガメラとジグラの激闘の火札が切られるって感じの話なんですけど、母星に住めなくなった宇宙人が地球を狙って鉄板パターンの作品そうなんですよ。で、今回特に面白かったというか、個人的に印象的だったのは、敵怪獣であるジグラなんですよね。ジグラ？まあ、こいつもバイラス同様、なんでそんなに知性的に進化できたのかよくわかんないくらい戦闘能力の高い肉体や超能力を持ってるやつなんですが、なんかすっげえやるせないって言いますか、妙に嫌いになれない怪獣だったんですよ。やるせない怪獣ってあんまり聞かない表現ですね。ちなみにこいつの人柄というか、そのやるせなさが強く伝わる理由として、ジグラめっちゃ喋るんですよ。そうなの？地球人に次ぐとか、結構自分の思想とか目論みをしっかり表明してくれる怪獣なんですよ。しんちゃんなんかより随分流暢に話してくれますからね。それはやばいね。で、ジグラはもともとジグラ星という惑星の深海で高度な文明を築いていた種族みたいなんですが、その文明が進みすぎた結果、自分たちの生活空間を汚してしまって、もうジグラ星に住めなくなっちゃったから、新たな居住地を求めて宇宙を旅してたらしいんですよ。はいはい。で、ジグラ星は地球とはちょうどアペコベの世界らしく、陸上動物である人間が海生生物を食料としている我々と違って、海生生物であるジグラたちが陸上動物を食料としているみたいで、断ることに人類に降伏せよと訴えてきます。なぜなら食料である人類を絶滅させたらそれはそれで問題だからなんですよね。食料の問題で人間を殺せないって面白い状況ですね。で、 UFO に乗った状態で大地震を任意の場所に起こしたりと、様々な手段で人類を脅し降伏を迫ってくるジグラなんですが、いきなりめっちゃヤバい状況に追い込まれしまうんですよ、ガメラのせいで。どういうことですか？ガメラがジグラを敵だと認識しているので、 UFO を攻撃してぶっ壊してしまうんですよ。ほうほう。で、その後に人類に向かってこう演説します。地球人に次ぐ、私はガメラの攻撃による宇宙船を失い母星に帰れなくなってしまった。おまけに地球の海中の水圧がジグラ星と全く違うせいですっごく巨大化してしまった。だから復讐のため人類を絶滅させてやると。なんか自業自得とはいえ、めっちゃ攻撃的になるのは無理ない流れに感じませんか？ほう。追い詰められたハイジャック犯がこうならお前ら全員道連れだみたいな、全く同情できないけど気持ちはわかるって感じで言いますか。1ミリも同情できないけどね。でも僕はこの後のジグラのセリフを聞くとちょっと印象は変わってしまったんですよ。うん。ジグラは続けて人類に向かってこう言います。この美しい海をお前たちなら醜い人間に好きなようにはさせない、私のように美しい生き物が支配するにふさわしいと。うん。これちょうど公害という問題が顕在化していた時代の映画なので、ジグラの言ってることの意味はわかるじゃないですか。はいはい。ジグラてめえ、お前のご先祖さん海にもっとひどいことしたろうがってのは一旦なしで考えますが、そもそも海生生物ジグラが海を結果的に汚してしまったことより、陸上動物が自分たちの生活エリアじゃない海を汚しまくってる地球の現状に激しい憤りを覚えるのって、逆で考えたらちょっと気持ちわかりませんか？ああ、そうね。僕らが地球の陸上に住めなくなっちゃってジグラ星みたいな星に行ったら、海の中の文明が陸上を汚しまくってるってことですよ。うんうん。失ってからかけがえのないものだと再認識させられた陸上世界、自分たちがしでかしたことは棚に上げて、お前たちはこの雄大な山々や木々の美しさが理解できないのかってジグラたちに人間も言ってしまうと僕は思うんですよ。ほう。で、ジグラが海に適したフォルム、生態を持つ美しい自分こそが海の支配者にふさわしいと言ったように、森と生きるのは我々のような人類がふさわしいってなっちゃうと思うんですよ。うん。なんかちょっと違いますが、僕はジグラの言葉を聞いとって、ドラえもんのアニマルプラネットに出てきたニムゲのことを思い出してしまって嫌いになれなかったんですよね。てか、海という自然を美しいと思える美的感覚を持つやつを、美的感覚が理解できるやつを僕は嫌いにはなれませんでしたね。まあ侵略とか人類の食料にとかはあれですけど、うん、そこまで言われると僕も気持ちはわかるってなりますね。んで、ジグラのやるせなさが募った個人的に一番の要因とは、これまでのガメラの敵にしては弱いところなんですよ。弱いんだ。最終決戦とか海中でこそその特性を生かしてガメラに対して優勢を取りますが、ガメラの作戦にまんまと引っかかり、大の苦手な陸上に引きずり上げられちゃった後は、割とあっさり打つ手をなくし、燃やされて灰となってしまいます。うん。こいつは強敵だったぜって感じが薄かったせいで、なんか哀れなやつだったなって印象の方が強まっちゃったんですよね。はいはい。で、最終的には海洋学者であるキャラが自分の息子に、ガメラもジグラも命がけで海を公開から守れと教えてくれたみたいな教訓論でまとめてしまったせいで、個人的には余計に敵怪獣感が薄まってしまって、よし、これから海をきれいにしていこうって前向きな感覚より、あんな哀れな状態になりたくないなって、どっかがやるせない感覚の方が個人的には強かったんですよね。ほうほう。同じテーマ性を持つ作品なのに、公害そのものが攻めてきた、欲に溺れた人類のしっぺ返しって感じだったゴジラ対ヘドラとは全然後味が違って、なんかちょっと切ない感じになったと言いましょうか。裕福で倫理観も優れている善人から、あなたの持っている環境は素晴らしいから大事にしましょうって言われるより、壮絶な家庭環境が原因で自らも犯罪を犯して
しまった人からそんなに存在に扱いなら俺によこせって言われた方がより印象深いじゃないですか。個人的にはそんな感じの映画でした。なんか全然スッキリしない感想じゃないですか。聞いてると多少仕方なそうな感じですけど、まあ公害っていうのをテーマにしてる時点で我々の生活を自分たちで見直していきましょうってメッセージになるものなので、そんなにスッキリしないのも当然なんですけどね。むしろスッキリしちゃう方が問題じゃないですか。まあというわけで空気を変えるために最後に一つ個人的に笑ってしまった場面を話したいと思います。はい。それはガメラ対ジグラのファーストラウンドなんですよ。ほうほう。戦いが始まってすぐにガメラは海生生物ジグラの弱点を速攻で見抜いたようにいきなり陸上に引きずり上げるんですよね。うん。でこいつは楽勝だぜみたいな空気になったと思いきや、一瞬で変な構成の反撃食らって仮死状態になってしまったところなんですよ。ほうほう。ジャイガーの時もそうでしたが、ガメラってうまくいっとる時に簡単に油断してしまう性格という部分が見え隠れしているので、そこがまた愛くるしい頼りなさに繋がってる感じもして、なんか情けなく逆さま状態で海の底に沈んでいくガメラを見ながら僕は普通に笑ってしまいましたってところで、じゃあお疲れっす。俺だけ、ハッピーバースデートゥユー。俺の下手なダミ声、この調子外れ笑って君のためだけに歌込めた風景。